タスクコマ、はあはあ。間に合って。はあはあ、よかった。はあはあ、たかちゃん、どうしてここに、たまたまゆうやのツイッター見てさ。はあはあ、今日の便でアメリカ行くって。はあ、呟いてたから。はあ、そっか、それで走ってわざわざ見送りに。まあ、そうなんだけど。はあふう あれ来週行くって言ってなかったっけどういうことだからアメリカ行く日来週の月曜って言ってたよねああうんこっちはそのつもりで動いてたからさ今週末にはお前のお別れ会だってあるしみんなからお金集めてプレゼントも用意してたんだけどそれ何目的の嘘なのアメリカンジョークあなんだってってってめちゃくちゃ面白いじゃん才能あるえ本当？俺もまだよくわかってないんだけどアメリカンジョークって適当に嘘ついてればいいみたいなんだタカちゃんもなんか言ってみなよ今言ったよん てかさ、お前から今回話聞いて、俺も自分なりに色々と考えてみたんだけど、ダパンプの USA が好きだからってアメリカで暮らそうっていう考えは、やっぱりちょっと安易なんじゃないかななんでだよあれだけ衝撃を受けた曲、今まで生きてきた中で他にはなかっただろまあ確かに爆発的なヒットはしてたけど、俺の夢はさ、アメリカでたくさん英語を勉強して、あの曲の英語バージョンを世に出すことなんだ。あれ元々洋楽のカバーだよ。え、じゃあそれを訳して日本語で歌うダパンプがやってるわ。あ,あ、でも俺がアメリカに行く理由は他にもちゃんとあるから、タカちゃんはなんで俺が今日スーツを着てるのか疑問に思わなかったそう言われてみれば、仕事じゃないんだからもっと ラフな格好で行けばいいのに仕事で行くんだよえ 俺が今ベルトコンベヤーの上を流れてくるシジミの中に砂を入れる仕事をしてるのは知ってるよねいや知らない知らないあれお前が入れてたの迷惑だからやめろよその仕事はやめてきたでもうちの会社アメリカにも事業を拡大してさ今度はそっちで働くんだ次は何やるの出来上がったポップコーンの中にはじけてない硬いやつを程よく入れ込んでいく仕事だからやめろって歯折れそうになるんだよアメリカって自由の国じゃんだからこそみんなが自分の意見をはっきり言って日本人みたいに愛想笑いでごまかしたりする人なんていないからそういった人達と生活を共にすればなんか自分を変えられる気がするんだよねでもさこ 言葉とかは大丈夫なの向こうで勉強するって言ってもある程度は理解できないと生活困るんじゃないその辺は俺もちゃんと考えてるまずスケッチブックにぐちゃぐちゃって適当な絵を描いてそれをアメリカ人に見せるんだよそしたら向こうの人たちはこれは何ですかって英語で聞いてくるはずだろその言葉を覚えてあとはいろんなものを指差しながら質問していけばそれの英語での呼び名がわかるってわけこれすごくないいやそれジャングルの奥地とかで知らない言語を使ってる部族に会った時のやり方だから What's t h s, <laughs> <S にたどり着くまでにそんな手間いらないよ S this? <S おい嘘だろああ、this ね <laughs> はい日本人わからないならはっきりと言えとにかくさ俺は今日アメリカに行くんだよせっかく見送りに来てくれたんだから不安にさせるんじゃなくて応援してあげるのが本当の友達ってやつだろお前なら大丈夫だよとか絶対にうまくいくよとか全部アメリカンジョークになっちゃうけどいいそれどういうことわかんないなら大丈夫そうだタカちゃんさっきみんなからお金を集めてプレゼントを用意してるみたいなこと言ってたよね何買ってくれたのああごめん実はまだ買ってないんだでもお金を集めたのは本当。今持ってるから渡すよ向こうで生活費の足しにでもして気持ちはありがたいけど それれは受け取れないいいから気にするなって今更さらみんなに返すわけにもいかないしさタカちゃんアメリカに行ったら日本円は使えないんだよいや両替したら使えるよえまさか無一文で行く気じゃないよね3日分の着替えとわずかながらの食料は持ったすごいヤバいじゃんねえタカちゃん,んいつかすべてが笑い話になる日が来るのかなもう行くのやめたらいいのにいや一度決めたんだから俺は行くでもさこのままだと不安だからタカちゃんに一生のお願いがあるんだけど俺と一緒にアメリカまで来てくれないかダ <No! S 1> あれタカちゃんもしかしてアメリカ人アイムジャパニーそれどういう意味もう諦めろ 「ポチッとポチッとポチッと登録ポチッとポチッとポチッととろく」「タスコこマたすこくま」「いえタスクコマ